こんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は国内最大の 3COINS の店舗で見つけた注目アイテムについてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回行ってきたのは11月にオープンしたばかりの 3COINS 原宿本店です。3COINS では国内最大規模の旗艦店で、広々とした店内には豊富な商品ラインナップが揃っています。また原宿店にしかない特徴もいろいろあり、店舗入り口には切り花が売られていたり、人気のフルーツサンド専門店も入っていて、原宿本店でしか買えない商品も販売されています。さらに人気のイラストレーターの方のアートがパッケージになった原宿本店限定で展開するグッドムードフードという新レーベルのフードも展開。米袋おかきや小種といったお菓子のほか、チャイやカフェラテ、レモネードなどのパウダーもありました。さらに原宿本店限定のトートバッグも3サイズ販売されています。そこで今回はそんな 3COINS 原宿本店で見つけた注目アイテムをご紹介します。まずは収納用品と家事グッズをご紹介します。以前はデザインの入れ替わりが多く買い足しづらかった 3COINS の収納グッズですが、最近はシンプルな定番品が増えて同じシリーズで揃えやすくなりました。まずはこちらの蓋付きボックスシリーズです。カラーボックスに合わせやすいサイズが各種揃っていて、前開きになるタイプのボックスや、細々したものを仕切って収納できるボックス、そしてボックスと組み合わせられる吊り下げ収納が出ています。こちらは丈夫な布製のコットン収納ボックスです。こちらも先ほどのボックス同様にカラーボックスに合わせやすいサイズ展開で、スクエア、フラット、ワイドの3サイズでそれぞれ蓋付き蓋なしで出ているほか、ティッシュケースタイプも展開しています。他にもリモコンラックやマガジンラックもありました。またこちらのデザインがおしゃれな折りたたみコンテナは S、M サイズのほか、通常店では見かけない L サイズも並んでいました。こちらは 3COINS の大人気商品のワイヤースタック収納ラックです。棚などに引っ掛けて使えるラックで、2個まで連結させることができるこちらのアイテム、カラーは白と黒の2色展開です。他にも釣り戸棚などで活躍する大容量のボックスや、キッチンの引き出しの仕切りに使えるケースのセット、スライド式のカトラリーケースも出ています。キッチン周りの収納ではこんなおしゃれなブレッドボックスのほか、使わないときは畳んでおける水切りラックやバスケットも複数の種類が展開されていました。また 3COINS はキッチンツールも種類が豊富、サラダスピナーや折りたたみボール、ザル・ボールセットなどもおしゃれなデザインで揃います。他にも電子レンジで1合分のご飯が炊ける容器や、レンジで即席ヌードルが調理できる商品のほか、温野菜が作れるアイテムも出ていました。保存容器もサイズ違いが複数セットになっている商品が2タイプ展開されています。さらに土鍋もおしゃれなデザインのものがサイズ違いで揃います。食器で人気なのはこちらのオーロラグラス、色違いやサイズ違いで出ていて 3COINS の人気商品となっています。食器では他にもシンプルで可愛いデザインのものがたくさんあり、トレイや木製のボード、プレートもありました。キッチン用品ではお弁当グッズも種類が充実、お箸がついたランチボックスや、内側がアルミになったランチクロスのほか、スープが入れられるポットやステンレス製のタンブラーやマグカップなども出ています。さらにランチバッグも保温機能がついたタイプがありました。バッグはランチバッグ以外でも保温保冷機能がついたお買い物バッグもおしゃれなデザインのものが揃います。家事グッズではキッチン用品以外にランドリーグッズも優秀なアイテムがたくさんあります。私の一押しはこちらの衣類干しネット、伸びやすいニット類を干すのに我が家でも活躍しています。他にもベランダに引っ掛けて靴や枕などが干せる引っ掛けラックも人気商品、ランドリーネットも靴洗いに便利なシューズ用や、中が3つのポケットに分かれているタイプなど、いろいろな種類のネットが出ています。
さらにハンガーも種類が豊富。カラーがおしゃれな10本セットのハンガーや、洋服の首元を伸ばさずに干せるタイプ、ノンスリップハンガー、木製のハンガーや、バスタオルも干せる伸縮ハンガーもあります。その他、見た目がスタイリッシュなアルミ製ハンガー、ステンレス製のハンガーもありました。スリーコインズでは実は家電アイテムも充実しています。低価格のワイヤレスイヤホンは私も自宅で愛用しています。他にもネックタイプや有線タイプの高音質イヤホン、ネックタイプのワイヤレススピーカー、お風呂でも使えるスピーカー、置くだけで聞けるスピーカーも低価格で出ています。ワイヤレスで充電できるスタンドも2種類ありました。ワイヤレスキーボードは我が家で愛用している有名メーカーのものにそっくりなものがなんとお手頃価格で出ています。 YouTube の撮影にも使えそうなジンバルや三脚、自撮り棒、リングライトも低価格で揃うほか、こんな電子メモパッドまでありました。家電はガジェット類だけでなく健康家電も充実しています。加湿器はポータブルタイプやアロマ対応タイプ、上から給水できるタイプなど種類がいろいろ。さらにスマホやメガネなどが除菌できるボックスや、ソープディスペンサー、アルコールディスペンサーもありました。また美容家電ではアンドアスというシリーズが展開されていて、頭皮ケアやスキンケアに使えるアイテムが低価格で買えるほか、メイクの時に使えるライト付きミラーやシェーバー、フェイススチーマーまで出ていました。アンダースのシリーズは美容家電の他にも化粧品もいろいろ出ていたり、ネイルグッズも可愛いものが揃います。さらにメイク道具をおしゃれに収納できるケースも各種展開されています。では最後にその他の気になるアイテムもご紹介します。スリーコインズではフラワーベースも安くて可愛いものがいろいろ揃っています。木製のデザインのものやシンプルなデザインがおしゃれな陶器製タイプのほか、ガラス製のものもあります。フラワーベースに飾ったらおしゃれに見えるドライフラワーもいろいろ種類が出ています。また植木鉢もセメント製や陶器製などおしゃれなものがありました。さらにこんな霧吹きや植物の下に敷いて飾りたいマットもありました。こちらのガラスドームはすでに中にお花が入っていて、そのまま飾れておしゃれです。インテリア雑貨ではこちらの真鍮のガラスのトレイやケースも個人的に注目しているアイテムです。アクセサリーや小物を飾りながら収納しても素敵です。このマットも550円とは思えないほど高見えするアイテム。色違いのタイプも出ています。時計もおしゃれでお手頃価格のものがあって、こちらは温度計もついているタイプ。掛け時計だけでなく置き時計タイプもありました。さらに文字盤に分数が書いてあるチーク掛け時計までありました。子供用品ではお絵描きや工作用に使えるコンパクトなキッズデスクも出ていたり、おもちゃなどがたっぷり収納できる蓋付きのコンテナボックスもありました。他にも見た目に可愛いおもちゃがいろいろ並んでいて、小さいお子さんがいらっしゃるお宅には楽しい売り場になっていました。季節の雑貨ではこちらのドアの隙間風が防止できるアイテムも面白い商品。このハンドルカバーやストラップは手持ちのバッグにプラスすると冬らしくアレンジできるアイテムで、デザインもいろいろ出ていました。その他クリスマス雑貨など季節の小物もたくさんあって、見ているだけでも楽しめる店内になっていました。いかがでしたか？気になるアイテムはありましたでしょうか？最後にこの動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。